円楽さん。黙って聞いてらいい気になりやがってこのクソジジイ。もろくジジイてめえの悪行三昧ずらっと並べてやるから視野開けるんじゃねえ。弱い者をいじめて座布団取りやがって。てめえみてえな骨とかあの筋絵もんが何だってやんねん。お前この藤の花が目に入らねえか。山田君あれ全部持ってた。こういうのやるない藤子に言いつけるぞじゃあ1枚残しといてなんで急に